ちょっとバタバタと音がしておりますが、はい、1968年昭和43年に口の闇文化さんは初演をされまして、その初演の後、1986年昭和61年に岩崎の人間界から送念されました。また2000年平成12年には波白鬼剣舞より4演目伝授の演奏を受けました。本日ご披露いただきます演目は2番には禅舞刀剣舞の狂い3人籠でございます。2番庭は日本の1番庭をより華麗にまた激しくした踊りです。神社参詣の際最初に踊られます。禅舞は平らな盆を持って落とさないように振り回しながら踊るアクロバティックな動きでございます。余興的な舞です。刀剣舞の狂い別称刀狂いと呼んでおります。躍動的な踊りで2人ずつ交互に立ったり座ったりしながら刀を交差させたり打ち合うような動作がございます。そして3人とも白面の鬼と他2人の鬼で踊る最も激しい踊りです。一瞬ジャンプいたしまして跳躍いたしまして五兵を天に放つというところもございます。そのシーンが写真に撮れたら嬉しいなというところですが、いつも難しいんです。皆さん、カメラマンの皆様しっかりと捉えていただきたいと思います。それでは風が強くなってまいりましたが、不知来鬼剣舞の皆様よろしくお願いいたします。
Thank you.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 
現場の皆様には風の強い中、ご披露いただきましてありがとうございました。2番には全